んのがね、まあ、簡単にできて美味しくて余ったらお弁当とかにも使える。俺もね、ちょこちょこやってるね、ものをね、キングオブキッチンがね、クッキングしたり。まあ、サムネイルとタイトルが、キングオブキッチンに案内してくれるかな。今回作るのは、ガパオライスというね、もので、まあ、知らない人がね、多いんじゃないんでしょうか、ということで、まあ、美味しくて、おしゃれでね、キングオブビューティーにふさわしいものだから。まずはね、ニンニク一かけ、パプリカ、玉ねぎ大体半分。使い差しのね、新玉だから。これをね、まず、みじん切りに切っていく。まあ、一番ね、みじん切りにしなきゃいけないのは、ニンニク。前にやった、トマトとモッツァレラのパスタ。ニンニクはね、ちょっと粗めのみじん切りだったんだけども、ガパオライスはね、本当に細かくね、みじん切りにするから。逆にパプリカは、粗いみじん切り。がいい。まあ、パプリカはね、みじん切りもくそもないんだけどね。魚さばくよりはね、なんかすごいフレッシュな感じがするんだよね、こういうのって。魚はね、結局ね、こう、一回ごとにシンクの掃除とかね、床掃除とか、血が飛んだところとかを掃除しなきゃいけないからね、意外とね、大変なんだよ。でもね、楽しいんだよね。パプリカはね、これくらいの大きさで全然大丈夫なんで。玉ねぎは、普通のみじん切りで。うわぁ、やっぱ新玉はいいね。お待たせしました。フライパンに、火をつける作業を始める。これはね、基本だから。フライパンを温めたら、ごま油を入れる。前作った時にね、俺オリーブオイルと間違えちゃってね。あの時はね、間違えたなと思ったね。さすがにガパオライスにオリーブオイルはないわ、と思って。みじん切りにした、ニンニク、やべ、もうない。うわぁ、飛ぶ飛ぶ飛ぶ、あちーん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 。ちょっと火を通したら輪切り唐辛子が塩。感じた。輪切り唐辛子を入れる。そしたらひき肉を入れる。で、ある程度火が通ったら、先ほど切った玉ねぎとパプリカを入れたいと思いまーす。お、ミキママチャンネルっぽかったね。あ、柔らかくなったなって思ったら、ナンプラーっていうのと、砂糖をね、ぶち込みたいと思いまーす。で、最後仕上げにね、バジル、スイートバジルを細かくちぎって入れていくから、バジルを前回のパスタの時に使いたかった。でもね、売ってなかったのよね。スイートバジルがね。ミートソースはできたんで、次はね、半熟卵の方を作りたいんだけども、ちっこいフライパンがないからね、卵焼き用のやつを。まあ、お前卵焼くからね。まあね、恒例の火をつける。まあ、フライパンがある程度温まったなと思ったら弱火にする。ガパオライスは、まあ、半熟がいいっていうんだけど、別に普通の目玉焼きでもいいんだよ。普段だったらもうちょっとね、丸くなるんだけども、まあ、これでもいいや。この状態を半熟にするんだけども、俺の経験上ね、このまま焼いてたら下だけどん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 黒くなっちゃうの。上はね、なかなか時間がかかっちゃうから弱火で、まあ温めつつ、熱を閉じ込める、蓋をすることが大事なの。あちーん！この方法を使って、半熟にすると、こう、下も上もコーティングされて、お弁当に入れやすい。あちーん！これくらいの半熟で OK。まあもうちょっと入れた方が良かったけど、まあいいや。ご飯の上に、ミートソースと卵焼きをビューティーに乗せるから。できましたー、ガパオライスということで、ね、結構ねゴツゴツのゴテゴテのねできということで、これはね本当にね美味しいんだよ。こうやって割って混ぜて食べるのが美味しいのよ。じゃあいただきマックス。うん、今日の出来はねいい感じ。明日の動画はねお魚をさばく動画です。結構ね大変だったよ。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いします。